皆さんこんにちは、アンコウです。アンコウのプラ砲弾マイオプラ第284回、今日は2023年の、6月14日です。はい、帰ってまいりました。札幌から帰ってまいりました。はい、蒸し暑いですね。はい、札幌は、今回ね、3日に1回ぐらい雨になるというような感じで、若干東京のこの梅雨の影響があるような雰囲気もあったんですけど、でもそれでもやっぱり涼しくて、爽やかな感じで大変に過ごしやすかったんですが、やはりこちらに戻ってきますと今梅雨の真っ只中だなって感じがしますね。はい、大きな荷物を抱えて自分の今家まで帰ってきまして、もうヘトヘトで汗だくなんですが、ちょっとまた、萌えオペラやりたいと思います。はい、まあ、昨日千秋楽ね、終わりました。本当にね、いい公演で、僕自身大変満足感があるんですね。まあ、細かいことはね、いろいろ、まあ、もちろんあるんですけども、小屋が変わったりとか、システムがね、やっぱり変わったり、見かけは一緒なんですけども、いろんなことがやっぱり劇場の勝手で違いますんで、そういうことを考えると、難しいことは、難易度の高いことはやっぱり地味にあったりして、ですけど、でも全体としてはね、今回やっぱり6回の公演を通じて、外国人キャスト、日本人キャスト、そして助演の皆さん、そして指揮者、オーケストラ、音楽スタッフ、演出スタッフ、そして主催者側とね、みんなが一緒になって作り上げたっていう本当に達成感がありましたね。やっぱりコロナの他の、あれがね、一段落するというか、まあ、随分いろんなことがやっぱり良くなって、でもまた気をつけなければいけないってことも言われてますが、私たちはね、コロナの前から、もちろん生身の人間がやってますから、これでね、最後までちゃんとできるんだろうかという思いはいつもあるわけですよ。で、特に今回、前回の萌えオペラで言ったように、やっぱり地震があったりすると、昨日の千秋楽の舞台もね、途中で地震があったらどうしようとかいうことはやっぱりいつも考える。だから本当生身のもの、生ものをやってるんだなっていう感じで、それがうまくいったのは、みんなのその、まあ、求心力というか集中力というか、そういうもの、のおかげだと思います。本当に皆さんお疲れ様でした。はい。今回ね、特に外国人から来た皆さんもね、本当にいい方ばっかりで、なんか、コミュニケーションをね、うまく取ってくださって、本当に良かったですね。指揮者のコンスタンティン・トリンクスさん、そして、サロメのアレックス・ペンダさん、そして、ヘロデの、イアン、ストレイさん、そして、ヘロディアスのジェニファー・ラーモアさん、ね、その方々、本当に心優しい方ばっかりで、大変にいい雰囲気でできました。まあ、それに加えて他はもう名前挙げるとキリがないので、あれですけども、本当に皆さんね、お疲れ様でした。はい。ということで、今日は残りの時間ですね、僕がこの、今回の札幌公演の間に読んでた本があって、今日ちょうど帰りの飛行機の中で読み終えたので、それの話をしたいと思うんですが、それはこれです。はい。はい。割と新しいものですね。まあ、文庫化されて新しくなったものです。はい。奥泉ひかるさんの死神の寄付というものですね。僕は奥泉ひかるさんという方はすごい大好きな、作家の一人で、もうかれこれですね、20年近く、読んでいると思うんですが、そうですね、この、石の来歴というね、これ本当の初期のものですけどもとか、この滝といったこういうものね、こういうものから始まって、その後のものもいろいろなものを読んでます。はい、かなり長尺なものも多くてね、簡単にさっと読めるかというとそうでもなかったりするんですけども、どれもこれも、世界観がそこにね、一つのワールドがあって、それが何しろ素晴らしいですね。で、そのワールドがものすごくリアルなお話でありつつ、どっかのところでファンタジーに入っていくって、ここのところが僕が自分の本当に最も大好きな世界のなので、泉さんの、物語っていうのをいつもワクワクしながら読んでいくんですけど、今回僕は、その静岡の浜松で静岡国際オペラコンクールの審査を予備審査をやっていてですね、それで、東京に一回戻ってきて、でも本当に数時間かのインターバルで、羽田空港に行って、羽田空港から新千歳行きの飛行機に乗ったんですが、その時に書店でですね、書店で、品川だったかな、品川駅かの
書店で買ったのがこれです。はい。で、まあ、あの、奥泉さんの、まだ読んでない本も僕はあるんですけども、これがすごく目に入ったので、割と文庫化されたばっかりで、あ、ちょっとこれ読んでみようと思って、読み始めたんですね。で、これは、あの、あんまりミステリーなんで、ネタバレしない程度に、ざっくりお話をすると、その、将棋の話です。将棋。まあ、死神の寄付ってなってるようにね。あの、で、その、将棋の、が僕はあまり将棋のことをよく知らないし、将棋は子供の頃はやってましたけども、大人になったからちゃんとやってないので、詳しいことは何も知らないんですけども、東京の千駄ヶ谷に、この将棋会館というんですかね、なんかそういうところがあって、そこでね、その、プロになるための、プロの、棋士になるための、そういう、試験が行われると。まあ、試験のような、そういう、リーグ戦のような、ものがそこで行われてですね。それで、4段になった人が、そこでプロの棋士となるんだというのがある時期あったそうです。これが今どうなってるのか知らないですけど、これがいくつかの年代にまたがってるお話で、それである年がそうだということですね。で、ちょうどその時にこの羽生さんとかがもてがやされてる時代で、で、その時にそれに追いつこうみたいな感じでやってた人たちが、結局そこでやるんですけども、4段になれなかった人っていうのは、結局そこでもうプロになるのを諦めなくちゃいけないということですね。で、そういう厳しいその試験がもう何回かの、あるわけですけどもね、もちろん勝負ですね、勝負があって。で、それをある程度勝たないといけないということなんですけども、本当にそこのところでもうギリギリになっちゃった人が、今回のこの主人公の、北沢さんっていう人ですね。これもちろん、架空の人物ですけどね。その人が、の友達がですね、友達が、あるところで、この神社のところで、弓矢ですね。弓矢に、そういう寄付ですね。この、将棋の、なんていうんですか、すいません、僕は専門用語が出てこないもんであれですけど、そういうものがね、そこに巻きついたものが、そこに出てきたと。で、それを見ているところから始まっていくんですけども、そうして、結局そういうことが以前にもあってですね、で、そういう、不思議な寄付を受け取った人っていうものは、結局何かの呪いのようにして、その場所から失踪してしまうという。で、その失踪しているということと、そこの影にですね、謎のその団体、将棋をやる団体があって、それが、ちょっとこう宗教絡みのような感じのものとしてあって、まあ謎の団体が、教団がそこにあるということですね。で、そこにその、何人かの優れた、騎士たちが、まあ呼び寄せられるようにしていってしまうと。で、その人たちを追っかけていく、この主人公と、あとこの人の先輩ですね、とか、まあ、ミイラ取りがミイラになるような形で、そこのところにどん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 連れていかれるっていうお話なんです。はい。これ以上の話はもう僕はしませんけど、あとは全部読んでもらったら本当にワクワクするようなドキドキするお話なんで。ただ今回これ読んでて本当に面白かったのがですね、僕はこれだから買い求めたのは東京なんですよ。東京の、まあ、品川かどっかでね。それでまあ、千駄ヶ谷っていうと、まあ、国立競技場もありますし、あとはオペラのね、東京に機械っていうのも本拠地もそこにありますし、よく知っているところなわけですけどね。そこのお話で、しかもこの人が住んでるところ、幡ヶ谷っていうところに、まあ、下宿してるわけですね。で、幡ヶ谷っていうのは、今回の新国立劇場のサラメの稽古場がある幡ヶ谷は、初台の隣なので、よく幡ヶ谷にも行きます。はい。幡ヶ谷で、飲んだりとか、よく、長く言うときはウィークリー借りたりとかそういうこともありますし、だからよくもう本当に知った街なんですね。それで、その主人公がなんかそこでのところで調子悪くなったりすると、彼は、実家に帰るんですよ。この実家ってのは川越なんです。川越っていうのは今僕が住んでいるこの武蔵富士山のもうちょい北に行ったところにある、大きな古い町ですね。ということで、どん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 なんか、これは誰の話だろう、僕の話じゃないかなみたいな感じのことになってきて、しかもその、謎の、そうですね、矢についたその寄付ですね、それを追って、この、騎士たちが行くところっていうのが、北海道なわけです。ですので、まあ、この人たちは、苫小牧ですね、大洗ってところは苫小牧まで、フェリーに乗って行ったりする人もいるんですけど、まあ、でも多くの場合に新千歳空港から、JR に乗ってみたいな感じでね、
それで岩見沢っていうところに行って、そこの近くにあるところにその謎の教団があったりするんですけど、これももう本当によく、僕の大変な友人の大塚弘明さんの故郷ですね。そこで岩見沢のオペラの公演もしましたし、何回もしましたし、もう本当になんか、あれって、東京で、川越で、そして、札幌かよって、北海道かよ、みたいな話になっていくという、まあ一種の方へ、ロードムービーならぬ、ロードノベルなんですけどもね、本当になんか今自分が今辿ってる道と同じようなところをこの主人公が辿っていってるんだって、もう本当にね、不思議で不思議でたまりませんでした。で、何しろこのお話のそのテーマになっているのが、まあ、これは言っていいと思うんですけども、この将棋の棋士たちはね、今の藤井、名人ですか、藤井さんですか、そのなんかもそうですけど、本当に若い頃から注目されて、そうすると、もう学業とかそういうのよりも、本当に将棋にどっぷり入って、それでとにかくプロの棋士を目指して、どん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 、この、上級のところに行くわけですね。でも結局、このプロのそこの試験に合格しなかったものは、そこのところでもう道が閉ざされてしまうと。そうなると結局、自分たちは今何をしてきたんだ、これからどうしたらいいんだと、勉強もまともにしていない、そしてそういうものに将棋に没頭するために恋愛もせずに独り身でやってきた、他の世界のことは何も知らない、将棋のことしか知らないということで、かなり絶望したりするらしいんです。はい、ということがこのお話の体になってますね。で、僕も大変こういうことにやっぱり共感するのは、僕らがやってるこのオペラの世界も全くそうでね。だからさっきも冒頭にその、今回サロメに関わった人たちのことを言いましたけどもね、皆さん本当に自分たちの体を資本にしてやってるわけです。今回の、サロメ役、ヘロデ役、ヘロディアス役、皆さん言ってました。コロナになってね、仕事全くなくなったと。それでどうしようと思った時に、そのヘロデの人はね、かつて自分が歌を始める前にそういう、建築とかそういうものを勉強していたので、それを使ってね、自分の小さな、アンティークのそういうもの、家具作りを、していたんだと。で、それをまた自分のその錆びついた道具を、削ぎ落として、そして、使えるようにして、そこから始めてですね、その自分のアトリエの中でそれを作ったんだよという話をしてましたね。だから本当にこのサロメは本当は本来は2020年に行われるはずでだったのが、コロナがあって延期されて、まあ延期一時は中止になったわけです。それが今回23年後にやっと上演された。この3年の間、この人たちは基本的に歌手であることをやめていなければならなかったわけですね。もちろん訓練はしていたでしょう。でも実際の舞台で歌うということが、どれだけその人たちの歌に本当に力になるかということをね、今回感じました。だから稽古の初期の方はね、本当皆さんね、なんかエンジンをこうまだ温めてね、エンジンをこうし、それが、なんていうんですかね、このちゃんと、うまく回っていくようにするっていうのにね、時間をかけてやってる感じでしたね。だから今回正直言って1回目から6回目までいくと、どん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 尻上がりに皆さん良くなっていって、というのがね、で周りのも色の皆さんが見えるとかね、いうことになっていったのを見てね、やっぱりこれからね、本当にますますそうやって、今までちょっと失ったものを取り戻すっていう意味でもね、頑張ってやっていかなくちゃいけないんだなというふうに思いました。またですので、何かを剥奪さ、何かが失われるということもある意味で死を意味するですね。だからこの芸術の世界でもやっぱりこのコロナの間にこの世界から離れていった人は多いですし、亡くなっていったしまった人もいますし、ですので、なんかそういうことをいろんなことをね、考えさせられる、作品だと思いました。皆さんぜひ読んでみてください。とても素晴らしいです。はい、大推薦しますので、はい、死神の気分です。はい、ということです。はい、それでは梅雨の中ね、皆さん本当ご自愛ください。それでは良い一日を。